海外だとこれを四駆にし て, にしてあのラリー車に。ラリー車？そうそう、これを 1.6 リッター化して 1.6 リッター化？なんかすごい話が出てきたっすね。ラリー2みたいな車があるんですけど、うん、1.4 ターボとは思えないぐらいパワーがあるな。はい、車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。やってまいりました。今日はですね、ヨキさん待ちに待った、お待たせしました、アヘッドのデモカーですね。ですベースとなる車買ってきました。かっけー、スイフトスポーツでございます。皆さんホイールも買いましたしね。はい、ブレーキパッドも買いましたし、ね、実はホイールを変えてありまして、はい、はいはいはい、まあ、他にもねいじってあるポイントはね、うん、いっぱいあるんですけど、はいはい、はい、まあ、外装はね基本的にはほぼほぼノーマルで、まあ、後ろにねウィングがついているということで、はい、まだねこれ買ってきたままの状態なので、うんうん、まあ、将来的にはねエアローバランスも考えて、ひろきさんとともにですね今度スイフトスポーツを、プロデュースをねしていきたいと思いますということで、はい、仕様的には、うん、オーリンズの足も入ってますし、まあ、割ともういいところはいじってあって、はい、であとは正直あの運転する側での制御とか、まあ、結構あのすごい人気の車種なんで、いろいろやってったらあの楽しいんじゃないかなとは思ってます。海外だとこれを四駆にし て, にしてあのラリー車に、ラリー車、そうそう、これを 1.6 リッター化して 1.6 リッター化、なんかすごい話が出てきたね。ラリー2みたいな車があるんですけど、めちゃくちゃ速くてかっこいいんで、うん、まあまあそういう風な方向性で、完全に同じのものは作れないんで、はい、あのまあ、そういう方向性で作っていきたいかなというところではございます、はい。まあ旧機は HKS のサクションが入ってて、はい、でまあこれブリッツさんのあれなんですかね、旧機のパイプ、そうですね、パイピング、はい、まあ、割とライトチューンかなっていうところではあるんですけど、はい、HKS のブローオフもついていたり、はい、あとはね買った時から ECU が実は書き換わっていて、あースーパールームこれですね、はい、はいはいはい、まあ、今後はねぜひひろきさんにフルコン化するのか、フルコン化はまあまあまあやっていきましょうか、はい、30万ぐらいでね全部セットアップも含めてできたらまあいいかなとは思う、はい、アンチラグね、まあ、アンチラグは俺が入れたいっていうだけなんで、はい、まあちょっとそこまでできたら楽しいかなというところではありますけど、はい、であとね室内とかも見ていただくとですね、うん、まあ、基本的にはですねこの車はですね、あの快適装備全部残ってます。エアコンも残ってますし、ナビもついてます。あとはね今回あのフルバケットシート、うん、ブリトさんのついてますので、はい、でこのステアリングはですね、はい、あの208ラリフォーにもついてたね、ステアリングを今流用して使ってますけれど、はい、まあ、今のところねほとんどまあノーマルといえばノーマル、まあ、ほぼほぼライトチューンでできるところは少しやってますよぐらいな感じですけど、はい、あとはねいじっていくにはちょっとねメーターとかもね、まあ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 、欲しいところありますけどね、油温とかみたいですもんね、はい、はい、ということでこれから試乗に行っていきたいと思います。はい、意外と車重軽いからすごい、おー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 、何ですか、パワー感がめっちゃありますね。持ったっていいと思うんだけどな。この先事故多発地点です、もっと欲しいっす、個人的には。でもこれ 1.4 じゃないですか、排気量が。それを考えるとでもすごくないですか。確かにね、はい、ちょっと唯一の俺の今回のちょっとダメだなと思ったポイントは、ステアリングを変えるとメーターが見えなくなるっていう。あ、ちょっと径もちっちゃいですからね。そう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 、いやまあ見ようと思えば見えるんだけど、一番ベストなポジションにステアリング来ないんですよ。めっちゃ高くなっちゃう。あ、まあでも軽いっすよ車が。そうですね、なんかコルトラリーアートに近しいものを感じますね。カタログ値で990キロでしたっけこの車。そう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 、だから1000キロ切るんですよね普通に、はい、これを例えばラリー車にしようと思ったとしても、まあ、それこそね全日本ラリーだと JN4 クラスはねスイフトいっぱいいますからね。そう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 、だからラリー 4JN4 クラスでいいんじゃないのかな。だってスペック的には多分スイスポの方が上ですから、ね、確かに全然いいと思いますね。軽いしね、今のこのアクセル踏んでる感じも、はい、これでなんかアンチラグ入れる人がいてもいいと思うんだけどな。なんでみんなやらないんだろう。どうなんですかね、アンチラグやるとしたら純正の ECU 書き換えでいけるんですか。あ、まあまあまあそれで全部やるしかないですけど、いいじゃないですか、うん、うん、ブレーキも効くしね。間
違ってもね、ブレーキがすごい径が大きいわけじゃないんですけどね、そのパッドとあと車重も相まって、まあ、1.4 ターボとは思えないぐらいパワーがあるな。はい、ラリー4から受け継いだこのスパルコのステアリングで 1.4 だと、あの僕が普段ね、あの乗ってるゴルフがあれ 1.4 なんですけど、僕のはツインチャージャーなんで、まあ、もう少しねトルク感とかあるかなと思って、これ今日今横乗ってるんですけど、こっちの方がなんかトルクもっとあるように感じますね、押し出しの感じと か、 なんかターボが結構ちっちゃくて上は回らないけど、はい、しっかり下から回すみたいな、うん、ターボ特性だったと思うんで、でもいいよねこのぐらい。だってこれ新車でも200、そうですね、まあ200、多分オプションとかいろいろつけても250いくかいかないかぐらい。マジで？いいね、そのぐらいで買えるんだったら十分すぎる。はい、ザ走りの車って感じだね。やっぱ下からのトルクがあるからすごい乗りやすい感じがする、うん、多分上は回るっていう感じじゃないんでしょうけど、そのやっぱり低回転のトルクバンドが広い領域が多分すごく ねある感じですよね。でもこれは街乗りっていうよりもなんかサーキットとか、うん、それこそワインディングとかがね一番楽しい車だと思うんで、うん、よくあのこの価格帯でスイスポって出したなと思うね、 1.4 ターボ、はい、全然速いもんね正直、うん、それこそね、つくばとかでね、踏ん切りに近いようなタイムも確か出てるんじゃないですか。このエンジンで、はい、マジで好きねえな。だって車重なんて800キロぐらいまでいけんじゃないの。そうですよね、ドンガラにしたら多分800キロ台入ると思う。そうだよね、ヒロキさんこれあれですからね、これ今フルバケにこそ変わってますけど、うん、純正シートだったらシートヒーターまでついてるんですからね。これそうですよ、マジで。なんか上もたつくのかなって思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。そう、しっかり回りきってくれる感じ、はい、はい、というわけで試乗からね終わって帰ってきました。いや早いっすよ、軽いし、はい、パワーあるし。いや横乗ってて、うん、ビビりましたよ、早っと思って。確かに。これいくらなんですか。これはですね、まだあの正直何もデモ車だからね、デモ車なんでね、売り物がいられると困るね、これからやろうとしてるから。そうなんですよ、はい、そうそうそう、なのでまあまあちょっと楽しみな1台ではあるんで、ぜひ皆さん、はい、あの注目して、ご覧になっていただければ幸いです、はい、というところで、あとね、スイフトユーザーの方にもぜひお店に来ていただいて、ね、うん、こんなチューニングやってますよっていうのも ねぜひ教えていただきたいなと思うので。ずっと俺は山中にですね、あの黄色のサンサンスイスポ買ってこいって言ってたんですよ。なのにこうシルバー買ってきたから、俺はやっぱ黄色なんですよスイスポというの。ダメですか。いやいや、やっぱ黄色がいいっす。いや、かっこいいじゃないですか、この辺の。かっこいいけど、ちょっと、ね、はい、大人っぽくまとまりすぎてるのがちょっとダメですね、はい、やっぱスイスポイコール黄色っていうところで、はい、バチバチにやっていきたいかなというところで、はい、黄色のスイスポイユーザーの皆様、いや、もうスイスポイユーザー全ての皆様ですね、はい、まあまあそうです、はい、ぜひああいうと思ったサービスでスイフト談義をさせていただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひですね、チャンネル登録といいねの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービス。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。